こんにちはヨガ講師のタカです皆さん、心って不思議だと思いませんか心って誰でもあるのは分かってるんですけども、心って実体がないので、非常に曖昧であやふやなので、よく分からないものだと思いませんかただ、間違いなく言えるのは、そんな心が僕たちを苦しめてるんです。そこで今回は、そんなね、実体がなくてよく分からないのに、僕たちを苦しめるような心とは一体何なのか、ヨ画ガの教えに伝わる心の構造、 心の哲学についてお話をしたいと思いますヨーガや瞑想というのはそんなね僕たちを苦しめるような心をコントロールすることによって幸せになろうとするテクニックですからヨーガや瞑想に興味ある方この情報は絶対知っておいた方がいいですよヨーガとは心の働きを止めることなりこれは心の取り扱い説明書と言われている数あるヨーガの経典の中で最も重要だとされるヨーガスートラの教えです で古代からヨ画ガ行者たちは自分を苦しめるような心とは一体どういうものなのかそしてそんな心をどうやったらコントロールすることができるのだろうかヨ画ガ行者たちは自分の体と心を使ってなんとか心を突き止めてなんとか心をコントロールする方法もう一生かけて実験しまくったわけですよ修行しまくったわけですよ。そんな 心をコントロールするためのテククニックの集大成が洋画なんですでそんなね「洋画業者たちが突き止めた心の構造心の仕組み」とは一体どういうものなのでしょうか心というものは見えないし実体がなくてよくわからないのでそんな心を説明するためによくこのような海に浮かぶ氷山の例えが使われますそんな心心の全て心全体のことを洋画では「ちった」と呼ばれています。 でヨーガというのはねヨーガではそんなもう心のすべてちったを止めない限り僕たちは苦しみから解放されないし幸せになることはないと考えられていますでそんなね心意識ちった心というものは一般的にこの2つに分かれていると言われています一つは健在意識そしてもう一つが潜在意識ですでこのの在意識というのは 今現れている意識と書かれているのでこれは通常僕たちが普段使っている意識です僕たちが普段考えたり感じたりする心今皆さんが僕の動画を見たり僕の話を聞いてこの話の内容を理解しようとする心だから皆さんが普段使っている心である普段自分の心だと思っているやつこれ健在意識ですそれはヨーガではマナスと呼ばれていますこののマナス潜在意識の特徴は 五五感感と直接つななながっていてていでで受受けけ取るる情報に影響を受けて振り回されるような心です例えばおいしいものを食べて幸せって感じる心だったりテレビとかで悲惨なニュースを見て嫌な気持ちになったりする心です。で一方で潜在意識の方ヨーガではねこの潜在意識は2つの構造を持ってると考えられています。潜在意識の構造の1つ目はアハンカーラというものです。 アハンカーラは自分という感覚で,すでねヨガの場合ねアハンカーラアハンというのは自分なのですがカーラというのは作り出す道具つまりねヨガの場合ではね自分という感覚これはあくまでも作り出された感覚で偽物の感覚本来自分という感覚は この宇宙には存在しないんだということなんですよ。自分はね幻想とということですよだから皆さん自分って感じますよね。その自分はですよ。偽物です。勘違いなんです。この世の中にね自分っていう感覚本来ないんですからね。思わされてるだけですよ。自分だというふうにね。潜在意識のもう一つの構造はブッティと呼ばれてるものです。こののブッティというのはアハンカ 私という感覚を感じる心私という感覚を認識する心であり私という心を作り出す心の元心心のの基盤となっている意識です心ですすこのブッティというのはこれヨガ以外にはない概念ですのでなかなか理解することが難しいのですが。 これを何とか理解するためにもうちょっとね深掘りしてみたいと思いますヨガの教えによるとね僕たちの心というものはねまずは最初にブッディという心の元になるようなものがまずできたとでこのブッディから私という感覚アハンカーラが作り出されさらには僕たちのね今のこの通常の意識です健在意識が作り出されその健在意識が 五感と通じてねそして五感から受け取るさまざまな情報によって影響されて振り回されて悩み苦しむよそういう構造になっているということです。で問題はここですよブッティ僕たちのその心の元になる意識一体何なのかこの特徴このブッティというのはあらゆる認識を司るもの あらゆる認識の一体これどういうことなのでしょうか僕たちの心の中のこのブッティこそがあらゆる認識を司るものでありあらゆる認識の主体となるものということはねこのブッティという心の認識の主体が認識する対象となるものがいくつかあるわけです。 例えばね僕たちの五感だったりその五感の対象物は僕たちの心のの認識の対象となります例えば僕たちはね視覚目で見えて何かが見えるよという感覚があるというのは分かります認識しています耳で聞こえてくるる聴覚というものがある認識だから五感はブッティというものが認識しているということになりますよね。 で当然五感の対象となるものだ目で見える対象となるもの皆さんだったら今僕の顔を見ているわけじゃないですか僕というものを認識しますよねなのでそれはブッティーなんですよ僕たちの心の中で認識しているだ五感だとか五感の対象物はブッティーの認識の対象となります同じように僕たちは自分の感情だとか自分の思考つまり 潜在意識を感じることができる、潜在意識を認識することができます。それはそうですよね。僕たちは例えば怒ってる時ああ俺怒ってるんだなわかりますよね。悲しい時き、あ悲しんでるなわかります。明日の仕事のこと考えてるんだなわかります。あ悩んでるな、あ苦しんでるなわかります。だ僕たちは潜在意識、感情だとか思考を感じることができる、認識することができる。それは僕たちの心の中の。 ブッティという心の元となっているものの機能ということになります。ということですよ同じように私という感覚も感じることができる私という感覚を認識することができる心の機能もね僕たちの中にあるんですよ。それが 私という感覚を超えた心の基盤心のもといううことですそうですすすそよよねね私って感じますよ、ね、例えば僕だったら私とあなたは違う私がいる感じます。ということはどういうことかというとね私というものを感じる私を超えたような心の元となる私を超えた ブッティというものがあるんだということですよ皆さん混乱してきましたか例えばねこのブッティをね目に置き換えてみて目で例えてみるともうちょっと理解ができるようになるかもしれませんどういうことかというと目はね目で見る対象となるものしか見えませんよね当たり前ですよね目は目で見る対象は見えるんだけど目を 目でででで見ることときななないいじじゃすすかそれと同じなんですよ僕たちの心の中にはあらゆるものを認識することができる認識の主体となる心の元となるブッディというものがありますだけどこれは認識の主体だからねこのブッディというのは感じることできないんですよ認識することできないんですよわかるかな一方でこのアハンカーラー私という感覚私という感覚は誰でもあるし誰でも認識してるじゃないですかということはこの私はね 認識の主体じゃないんですよ私を超えた自分で感じることのできない認識の主体となる心のもとブッティーとなるものがあるに違いないということなんですよ。よくわからない話ですよね,これね。こういった心の仕組み心の構造が分かることによって悩みや苦しみから解放されるためのヨガや瞑想がよりやりやすくなります。 僕たちの心の中で通常一番悩み苦しんでいるのはここです。感情思考在意識マナスですそんな顕在意識「マナス」ナスは五感とつながっていてで五感で受け取るさまざまな外側の情報によってこの「マナス」の在意識は影響を受けて振り回されて悩み苦しみます。なのでね まずはねそんな僕たちの悩みや苦しみの原因となる情報五感から入ってくる情報をコントロールしたりシャットアウトする練習がヨガや瞑想で必要になりますでそうやってね五感というものをある程度コントロールすることができて初めてこのマナース感情思考顕在意識を沈めていくことに取り組むわけなんですよ。で 外側から入ってくるこう情報をシャットアウトしたとしてもですよだけど僕たちの心の中ではもうすでに経験した過去の記憶だとか過去の印象によってね自分を苦しめる原因がねまだ心の中に残っています。でそれをじゃあどうやって沈めるのかこの「マナス」「健在意識」というものはねもう常にね あれもこれもそれもこれもずっと気になり続けて勝手に心の中でいろ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 妄想して悩み苦しみ続けるという性質を持っています。なのでねじゃあそんな心を鎮めるためにどうするかというと一一個ののこととだけを考える練習というのが必要になりますす集中です例えばひたすらろうそくの炎だけを見続けるとか 一つのマントラをひたすら唱え続けるとか。呼吸にだけ集中する。で、こういう一個のことだけ考える練習をしない限り。僕たちの心はね。もう自分の。過去の。記憶や印象によって。悩み苦しみを生み出し続けるんですよ。で、一個のことだけ考えるような練習。ヨガだとか瞑想で。やり続けると、だん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 。感情思考。このマナス顕在意識は。 静ままっていってていやががは、ね、手放すすことができます自分の感情や自分の思考を完全に沈めてマナス健在意識を手放した後もさらに一心不乱に一点集中の訓練をし続けるとどうなるかついには時間も空間も自分のことすら忘れてしまいブッティ心の元だけが残るという状態になるわけなんですよ。だから皆さんも、ね、こんんもこな経験ありませんか 何かにもう一生懸命夢中になってる時にふと時計を見たら「えもうこんな時間過ぎてたんだ」とかもう一心不乱にねすっごい面白いなんか小説だとか漫画を読んでる時誰々ちゃんって呼ばれても全然気づかなかったそんな風にね僕たちはもう何かに夢中になって一心不乱にね一点集中してる時時間や空間や自分のことすら忘れるような状態に なるんですよこれですすよこれブッディ心のもとだけが残ってるでそんなねブッディ心のもともう自分のことすら忘れちゃいますからねもう自分を超越してます非人格的で純粋無垢純真無垢な状態悩み苦しみなんかも一切ないんですでそんなふうにしてね僕たちはねヨガや瞑想もう集中集中集中自分の雑念だとか自分の思考自分の思い そういういものを、ね、もう全部手放していきついにはですよ自分のことすら手放してしまうとどうなるかブッティーが残る。ヨガや瞑想によってねこのような心のもとブッティーの状態になると初めて僕たちの心ブッティー心のもととなるものはただ単に宇宙が映し出されていたにすぎなかったんだな。あ自分というのは 宇宙そのものもだだったんんなとということに気づくんだそうですそしてついにはですよそんな宇宙をもう生み出しているような宇宙の心宇宙の魂としか言いようのないものこそが本当の自分なんだ。そんな宇宙を生み出したような宇宙の心宇宙の魂のことをヨーガでは「ーだとか「ブラフマン」と呼ばれています。でそんな 宇宙の本体、宇宙を生み出したような宇宙を支えているク、ブラフマンこそが自分なんだ本当の自分なんだそしてそんな本当の自分とつながるための教えやテクニックがヨガだとということなんです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ